公明党の山口代表は新春恒例の街頭演説で衆議院の解散・総選挙が行われる可能性に触れ力を発揮できる一年にしたいと強調しました一年を残すその時間の中でこれから日本の政治をどう進めていくかより深い議論がなされそしてまた衆議院における次の 挑戦がななされる可能性もないとは言えません。山口代表はこのように東京オリンピック・パラリンピック後に衆議院選挙が行われる可能性に触れた上でネットワークの力を存分に生かし具体的に発揮できる1年にしたいと強調しました。